松。松は大日本帝国海軍の駆逐艦。松型駆逐艦、一等駆逐艦松型、帝型の一番艦。日本海軍の艦名としては川型駆逐艦。松に続いて二代目である。舞鶴海軍交渉で1943年、昭和18年8月上旬から1944年、昭和19年4月末にかけて建造された。飛行からまで、 約8ヶ月であった。竣工後、小笠原諸島や洋島方面への護衛任務に従事する。同年8月4日、小笠原方面戦団護衛中に、米軍機動部隊の水上艦艇、巡洋艦、駆逐艦と交戦、撃沈されたスカベンジャー作戦。竣工してから約3ヶ月の艦歴であった。駆逐艦末は、低型駆逐艦の 第5481号艦として、前鶴交渉で建造。1943年、昭和18年8月8日、飛行。同年12月22日、命名へ。同日府で、駆逐艦一等の部中に、松型が新設され、その一番艦に定められる。1944年、昭和19年2月3日に浸水し、本籍を、 マイズル・チンジュフに定められる。3月25日、末、冬月の偽装が急がれる中、マイズル海軍交渉では松形4番艦、桃が浸水する。また秋月型12番艦、カ月や松形8番艦、牧、同系11番艦、カヤの建造も始まっている。同日府で、米、伊垣武志少佐は松偽装委員長に任命される。4月27日府で。 米井少佐は本館初代駆逐艦長に任命された。4月28日、竣工、訓練部隊の第11水雷戦隊、司令官、高間艦少将、海軍兵学校41期に編入され、5月1日に舞鶴を出港して、呉に移動した。6月2日府で松駆逐艦長は米井少佐から吉永元少佐。 駆逐艦天霧沈没時の艦長に交代した。末は6月18日まで、瀬戸内海方面で、完熟訓練を行った後、軽巡洋艦、ながら駆逐艦、新装とともに、横須賀に開港され、第11水雷戦隊に加勢された、他の軽巡洋艦、駆逐艦及び輸送艦とともに、小笠原諸島方面への輸送作戦に投入された。吉永少佐 元天霧艦長と共に内地に帰還した、滋賀広隊尉、旧姓、穂坂、天霧水来町によれば、松と竹は、横須賀海軍交渉のポンツーンで、偽装工事を行っており、吉永は松区地区艦長として、滋賀は竹偽装員、春行後は竹水来町として、隣同士の艦に着任したという。同海軍交渉で、松は、機銃を増設。 上陸作業用の10メートル運轄等を搭載した。軽巡、長良と秋月型駆逐艦、冬月及び第4号輸送艦と共に伊王姉妹の輸送部隊の第一陣に加わり、6月29日に横須賀を出撃した。伊王姉妹の輸送任務を終えて、七島を経由し、7月2日に横須賀に帰島した。人後、松は横須賀鎮守府横須賀防備船対抗。 直接護衛部隊に編入された。7月6日、松は、洋島への輸送任務に向かう、第4号輸送艦の護衛に指定され、7月8日、新島にて、航行不能に陥った第153号、特設輸送艦を、上風が宅地区艦旗風が栄光するのに伴い、第4号輸送艦と共に洋島での用途作業、終了後これの護衛に当たるよう指示される。 この際、旗風からは、近海で活動する潜水艦を懸念して、横須賀防備戦隊司令部に対して、さらに護衛艦2隻の増派が救されていたが、修理や、当面の任務作戦実施上の都合から増派、不可能との返答がなされている。7月12日、松羅2隻の護衛のもと、風は、立山に到着、栄光した第153号特設輸送艦を、過白させた。 7月8日、第二護衛戦団司令官、清田孝彦少将は後防備戦隊司令官へ転任。高橋一松少将、海兵40機が第二護衛戦団司令官となる。7月15日、日本海軍は、秋月型駆逐艦下月と冬月により、第41駆逐隊を、松型4隻、梅、竹、松、桃により、第43駆逐隊を、 それぞれ編成する。第41駆逐隊司令には、脇田木一郎大佐。第43駆逐隊司令には、菅間良吉大佐が任命された。7月16日、神風型駆逐艦旗風、第4号輸送艦、第204号特設輸送艦及び、第152号特設輸送艦と共に同日、編成された、第3718戦団の公文団に、 組み込まれ、7月18日に、横須賀を出撃し、洋島への輸送任務に就いた。7月23日、南方諸島への緊急輸送作戦を実施するにあたり、連合艦隊より、空母、随砲、第3航空戦隊と、第10隊所属の、第61駆逐隊、諸月、秋月及び第4駆逐隊、の分け、3運が発出され、 輸送作戦護衛に協力することになった。随砲は本来の搭載航空隊ではなく、対戦紹介を主目的とする第931海軍航空隊より97、指揮艦上攻撃機12機を受け入れた。7月25日、末は上機の随砲と護衛の駆逐艦4隻、低型海防艦2隻、第4号、第12号及び第2護衛戦団司令部と共に、 横須賀防備戦隊を直接護衛部隊に編入された。7月29日、松は第2護衛戦団司令部、司令官、高橋一松少将の機関として、第3729戦団を指揮する。駆逐艦、旗風、第4号解剖艦、第12号解剖艦、第51号区戦艇と、第109師団、司令官、 栗林忠道中将指揮下の不評第145連隊主力を乗せた輸送船5隻を護衛し、立山を出港して、父島へ向かった。伊王島の戦いに備え、伊王島の戦力を増強するための輸送作戦である。8月2日、輸送船団は、父島に入港した。続いて8月3日、伊王島へ進出した。第4804船団と解消後、 8月4日午前8時に、父島を出港した。しかし、10時30分に、父島北西20海里の地点に差し掛かったところで、スカベンジャー作戦のため来襲した第58、任務部隊、司令官マークミッチャー中将の艦載機に発見された。一部資料では、米軍は空母、随砲を仕留めるために行動していたとする。この時、随砲は、駆逐艦4隻。 初月、秋月、三雲、のわけに護衛されて、小笠原諸島、洋島方面への戦団護衛に、10時、8月2日に、横須賀駅等。同日府で直接護衛部隊から除かれていた。翌日には、第931海軍航空隊より借りていた97艦航10機、事故で2機喪失も返却している。8月4日、第1空母部隊。 ホーネット2、フランクリン、カボットと第二空母部隊、バンカーヒル、レキシントン2、サンジャシントから攻撃隊が発進した。第4804戦団にも、米軍機動部隊接近の報告は入っていたが、我々、第4804戦団を見間違えたのだろう。敵機は、父島を空襲するから、一刻も早く北上せねばならないという空気だったという。 米軍機動部隊より飛来した関西機は2波に分かれて第4804船団を襲った。松は第1次空襲でご機撃墜を報じた。だが数時にわたる空襲後の第4804船団及び七島在白艦,艦艇は全滅状態となる。建材艦は松と第4号解剖艦、資金弾と機銃装車により浸水被害、戦死4。 負傷21、トネガワマを残すのみとなり、損傷した第12号解剖艦、戦士録、負傷50は、ベッドで、横須賀に向かっていた。ミッチャー中将は、第4804戦乱を全滅させるために、クリーブランド級軽巡洋艦、ビロクシ、モービル、サンタフェの大型軽巡3隻及び、駆逐艦12隻の混成部隊、L、デューボース少将。 米第13巡洋艦隊を分離させて、第4804戦団がさまよっている海域に急行させた。米艦隊の行動は日本側も観測していた。また第4804戦団からは水平線上に敵空母と艦載機が着艦する様子が見えたという。18時ごろ、第4号海防艦はデュボース少将の艦隊を発見して、砲船を開始した。 松も18時30分に砲撃を受けたことを報告した。第4804戦艦は、リアラズと、さらなる退却を続けていたが、第4号海防艦と、トネガワを逃がすため、高橋少将、松座城は、4号海防艦は、トネガワを護衛し戦場を離脱せよと命令する。松は反転すると、短艦で、デュボース少将の艦隊を迎撃していった。 19時15分、巡洋艦及び駆逐艦10隻と交戦中と打電。交戦地点は、向島の南西、約 20km であった。19時40分、松は、第4号解剖艦に対し、我、敵巡洋艦と交戦中。これより反転、突撃しと最後の打電を行う。この後、松は、消息不明となった。第4号解放艦と、 トネガワマルは離脱中に B-24 型重爆、サイパン島より発進の夜間空襲を受け、トネガワマルは被弾して沈没した。松の陸民は吉永艦長以下全員が戦死し、高橋少将以下、第二護衛戦団司令部員全員もこれに準じた。米側によれば、松の陸民6名を救助。その最後の戦いの詳細は不明であるが、アメリカ側の記録では、 向島北東25海里地点で、モービルが指揮下の駆逐艦と共に、松と利根川丸を撃沈したとある。第4号海防艦は、三重県戸場で燃料を補給し、8月7日横須賀に、帰島した。第12号海防艦は、B-24 等戦しつつ、横須賀へ帰島した。また、駆逐艦、旗風もない地にたどり着いた。10月10日、駆逐艦、 松は松形駆逐艦、帝国駆逐艦席、第43駆逐隊のそれぞれから除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。